どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、このくるりんぱあるじゃないですか。これってなんか自分でやられた時ってあんまり綺麗にできなかったりとか、例えばここの割れ目だったりとか、あとゴムが見えたりとかする方も多いかなと思うんですけど、それの簡単な直し方について紹介します。はい、ということで、まずくるりんぱやっていくんですけど、まあ、基本的にもう全部まとめたりとか、あとこうサイドを持ってきたりとか、あとは表面だったりとか、なんかいろいろやり方はあるかなと思うんですけど、あの基本的にはもうやり方は全部一緒で、で難易度的にはやっぱりもう一番全部まとめてやるくるりんぱが一番難しいかなと思います。でなのであんまりこう慣れてないっていう方に関しては、こう表面だったりとかを少し取ってくるりんぱやったりとか、あとは、サイドの部分ですね。サイドの部分を持ってきてくるりんぱやる方がいいかなと思いますので、あの、慣れてない方は、まず表面かサイドのくるりんぱを、やっていただいて、慣れてきたら全部まとめるくるりんぱをやっていけたらいいかなとは思います。なので、今日はもう本当に表面の部分をくるりんぱして、それの、割れ目だったりとかゴムの隠し方を、紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずは、櫛でしっかりと溶かします。何をするにもそうなんですけど、しっかりと溶かしてやらないと綺麗に見えないので、しっかりと溶かしてください。で次に表面の部分、ざっくりと取ります。どちらかといったらこうボリュームが欲しいところを取ればいいかなと思うので、例えばなんですけど、ここがペタッとしやすい方とかは表面を取るのが一番ボリュームが出るかなと思いますので、表面の部分をまず取ります。難易度的にも一番簡単ですね。でこの後にゴムで結んでいきます。だいたいここ、まあ、分け取ったこの辺ぐらいよりも少し下あたりぐらいでまとめてゴムで結んでいきます。でちょっと緩すぎても、あの硬すぎてもダメなので、なんかこう指を通して、で少しなんかずれるかなずれないかなぐらいの硬さぐらいがちょうどいいかなと思うので、こう指を通して結構ずるっとずれたらだいぶ緩いですし、通して全然動かないってなったら結構硬いと思うので、まあ、その辺のちょっと塩梅は、いろいろちょっと試してもらえたらいいと思うんですけど、だいたい、まあ、2、3週ぐらい巻きつけてあげると結構きつくはなるかなと思うので、まあ、髪の毛の量が多い方は、2週で、量が少ない方というか難毛の方は3週ぐらいでやってあげるとベストかなと思います。で次に真ん中の部分ね、空洞を開けますね。空洞を開けて指を通してくるりんぱしていきます。でまあ大体こうするとここが割れたりとか、あとはここのゴムの部分が見えてたりとかするん で基本的にこのままギュッとするじゃないですか。まあこれだとちょっとね、少し恥ずかしいというか、あんまり上手に見えないかなと思うので、ここの今日やる裏技なんですけど、それはどちらかというとこうちょっとねひねるんですよ、ギュッと。まあどちらでもいいんですよ、こうどっちでもいいんですけど、まあちょっと右側に今日ひねるんですけど、このままグッとひねって、で毛先というかこのね部分を、半分に分けて、でそのままギュッと横は締めるってなると、分かりますかね、ちょっとさっきのここの割れ目が少し隠れたっていうのと、ここのこの横の部分ですねが少しこう下にずれてくるんですよね。ってなるとゴムが少し隠れてくれる、このままねこう横にギュッとして、このギュッとするだけで、でこう隠れてくれるんで、この部分だけを下にちょっとずらすだけで結構ゴム隠れてくれるじゃないですか。であとはなんか少しね、あのほぐしたりとかしたら、もうちょっとねよりバランスは良くなると思うんですけど、まあ、ここが隠れてるので、まあ、少しだけこの割れ目というかこの分け目っていうのは絶対出てきてしまう部分なので、そこの部分をなんか少し隠すようにちょっと広げてあげるぐらいでいいかなと思います。こうやって、であとは、まあ、ここもそんなに割れ目が出てないので、まあ、少しこう表面を引き出してあげる。
こうね、横から見た時に、例えばなんですけど、ここがペタッとしてたらちょっと恥ずかしいじゃないですか。少しここの辺の部分をこう高さ出してあげるように、ボリュームを出してあげる。なんかすごく大げさに出さなくてもいいかなと思うので、ちょっとだけ出してあげるだけでもバランスは良くなるかなと思います。で、最後にね、全体的にね、ちょっとこう整えて。どうですかね。結構ここもね、あの隠れて、でゴムもしっかりと隠れてるので、バランス自体は綺麗に見えるかなと思いますので、普通にね、普通だったら、まあ、あのクルーリンパして、こうギュッと結んだら、この割れ目ができてくるんですけど、横にして、ちょっとこう、なんていうんですかね、斜めにこうひっくり返すってことですかね。こう回転させて、横に引っ張るだけで、クルーリンパって結構形が綺麗に見えるかなと思いますので。でいつもうまくいかないとか、あの形が綺麗にいかないという方、ぜひこの方法で試してみてください。はい、皆さんどうでしたかね。まあ、基本的にね、普通にやるっていうよりはちょっとなんかねじったりとか、いろいろなんかその手を加えるっていうことで、結構ねこう見え方が結構髪の毛って変わってきたりもするので、まあ、今回はちょっとねクルーリンパを、そういう風にしてちょっと横にねねじってやるようにしたんですけど、まあ、それ以外でもなんかいろいろちょっと裏テクみたいな方法があって、で自分でなんか美容師さんと同じようにやったりとかしてもなんかうまくいかなかったりとかすること結構多いかなと思うんですけど、そこにねやっぱその美容師ならではのテクニックが入っているから結構ね綺麗に見えたりとかバランス良くなったりもするかなと思うので、またそういうちょっと何ですかね、こう小ネタというか小技というか、そういうのをまたちょこちょこ出していこうかなと思ってますので、またね、皆さんよかったら、参考にしてみてください。またリクエストだったりとかコメントもお待ちしております。この動画が良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとねベルマークも押してもらえると、あの通知がいくので、また更新した時に、ご覧いただければ幸いです。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。